この車両には快適性を向上させる幅広いシート機能が装備されています。シートを調節するにはスマートキーを車内に持ち込み、イグニッションをオンにします。調節を行う前にシートが移動する経路に障害物がないことを必ず確認してください。フロントシートを調節する場合はシートの外側にあるコントロールを使用します。コントロールの下側にある横向きのスイッチは 複数のシートポジションの設定に使用します。このスイッチを前後に動かすと、シートが前後に移動します。このスイッチの後ろ側を上下に動かすと、シートの高さが調節され、前側を上下に動かすと、クッション前方の傾きが変わります。コントロールの後方にある縦向きのスイッチは、背もたれの角度を調節するために使用します。このスイッチを前後に動かすことで、背もたれの角度を前後に動かし、調節できます。 コントロールの上側にあるスイッチはランバーサポートの調節に使用します。このスイッチを前方に動かすとサポートのレベルが上がり、後方に動かすとサポートのレベルが下がります。このスイッチを上下に動かすとサポートのエリアが背もたれに沿って上下に移動します。このスイッチを時計方向に回すとサイドボルスターが膨張し、半時計方向に回すと収縮します。シートクッションの長さを調節する場合は、 一番小さいスイッチを前後に動かします。ステアリングホイールの位置を調節すると、理想的なドライビングポジションが得られます。調節には、ステアリングコラムの側面にあるコントロールを使用します。コントロールを手動位置にしてから、さらに前後に動かすと、ステアリングコラムが前後に動きます。ご自分に合ったリーチに調節してください。コントロールを上下に動かすと、ステアリングコラムの傾きを調節できます。 コントロールをオート位置に動かすと車両への乗り降りがしやすくなる位置までステアリングコラムが自動的に動きます。運転席ドアが開いている時はステアリングコラムは最も高い位置まで傾きます。これによって通常よりも広い空間が確保され車両への乗り降りがしやすくなります。運転席ドアが閉まった状態でイグニッションをオンにするとステアリングコラムは元の位置に戻ります。 理想的なドライビングポジションが確保されるシート、ステアリングホイール、ドアミラーの設定はシステムに保存され、後から呼び出すことができます。ドライビングポジションは、運転席ドアのコントロールを使って、最大3つまで保存できます。希望通りの調節ができたら、M スイッチを押します。スイッチのインジケーターが点灯します。5秒以内に、1、2、3のいずれかのスイッチを押して、現在の設定を記憶させます。 メッセージセンターにメモリー1、2または3セット完了のメッセージが表示されるとともに確認のチャイムが鳴ります。保存されている設定を呼び出す場合は呼び出したいメモリープリセットスイッチを押します。メッセージセンターにメモリー1、2または3呼び出しのメッセージが表示されます。この機能の詳細やその他の機能については取扱説明書をご覧ください。 ご不明な点についてはジャガーランドローバー正規ディーラーにお問い合わせください。喜んでお答えします。